埼玉県立熊谷女子高等学校は埼玉県熊谷市に所在する県立高等学校。熊女の通称で呼ばれている。1911年に埼玉県立熊谷高等女学校として開校した公立新学校。現在、埼玉県北部で唯一の女子校である。埼玉県の進学指導重点推進校に指定されている。原則、 第2.4土曜は土曜授業公開日として4元授業を実施している。2012年度より文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールの指定校となっている。文化祭2日目の一般公開終了後、体育館に生徒、教師が集まり、カラオケ大会やミスクマの結果発表、クラスの出し物の投票結果及び受賞が行われる。他に新入生歓迎会、 バレーボール大会、芸術鑑賞会、熊女パークマラソン、予選会など。陸上競技部は平成18年と20年に全国高校駅伝に出場している。ラクロス部は関東大会に出場している。他にはバスケットボール、バレーボール、サッカー、ソフトテニス、公式テニス、剣道、登山、ハンドボール、音楽、ギターマンドリン。 アンサンブルマジョリティ、英語劇、演劇、科学、作動、歌道写真、書道、美術、新聞、放送、チアリーディングなど。また、同好会は、ダンス愛好会、ホークソング愛好会、宇宙研究愛好会、漫画愛好会、競技カルタ愛好会などがある。二つボタンの紺色ブレザーと、同色のジャンパースカートの着用が義務となっている。夏季は フレアースカート、または夏用のジャンパースカートを着用する。フレアースカートの場合、指定ベストのみ着用が許可されている。下季のみ指定ポロシャツの着用が許されるが、始業式や終業式などの正式な場では着用禁止。太平洋戦争の時期には、本校の前身である、熊谷高等女学校の校堂に、海軍管制本部が設置され、 1945年3月に中島飛行機小泉製作所設計施策部隊の長距離爆撃機連山設計施策部隊が疎開した。ありがとうございます。